ニコマコス倫理学は古代ギリシアの哲学者アリストテレスの倫理学に関する著作群を息子のニコマコスらが編纂しまとめた書き物である。アリストテレスは様々な研究領域で業績を残しており、倫理学に関しても多くの草案や講義ノートなどを残した。後にニコマコスがそれらを編纂したものがニコマコス倫理学である。総じて十巻から成り立ち。 倫理学の基本的な問題である正しい生き方を検討している。倫理学の研究史において古典的価値が認められ注釈や研究も加えられている。前十巻からなる。まず第一巻にて、される。それに続いて、格論として、について各々の述べられ、最後の第十巻にてが提示され、政治学への接続を匂わせつつ、締めくくられる。第一巻。 第2巻、第3巻、第4巻、第5巻、第6巻、第7巻、第8巻、第9巻、第10巻書き出しで、いかなる技術や研究、実践や選択も、何らかの善を希求していると取り上げ、国において、いかなる学問が行われるべきか、各人は、いかなる学問を、いかなる程度まで学ぶべきであるかを起立するのは、政治であり、最も尊敬される能力、例えば糖水、火星、 弁論などもやはりその下に従属しているのを我々は見るのである。と述べられている。人間というものの善こそが政治の究極目的でなくてはならぬとするが、政治学の探求とは知識ではなく実践が目的であり、年少者を含め常年のままに追求する人々に、とっては無欲性的な人に、同じく知識は無益に終わるとも述べている。アリストテレスの見解によれば、 人間にとって良い生活とは理性的で徳を伴った活動である。徳とは人間の性格における特性であり、様々な種類があるものの、幼少期から無意識に獲得される倫理的な徳と理性によって形成される知性的な徳とに二分される。そして倫理的に追求するべき徳には中央という共通の構造があると述べられている。中要とは、 二つの悪徳の間に存在する、構成する特目である。例えば、臆病と軽率という悪徳の中央は、勇気である。また、野暮と同家という悪徳の中央は、基地である。つまり、アリストテレスによれば、良い行為とは、極端な行為ではなく切度ある行為であり、個々の状況に応じて、適切な判断を下すことが良い生活をもたらすので、ある。アリストテレスは、 幾何学における原理の追求という考え方を倫理学に持ち込むことを疑い、倫理学を実践的な学問だとして独自の基準を認めていた。巻末では、良き人たらんがためには、麗しき育成や習慣づけを与えられること、そしてそれに基づいて良き営みのうちに生きてゆき、自ら進んでする行為たると、叱らざるとを問わず、悪しき行為は、 およそこれをなさないでゆくようにすることが必要であると、するならば、人々の生活が何らかの知性によって立せられ、強権を有する、正しい指令によって立せられるのでなくてはならぬ。と述べられ、法律は、政治学の作品のごときものとして、立法者的な素養を獲得する術を問題提起、しながら締めくくっている。生きているということは植物にも、共通の機能であると見られる。 人間特有の機能として、魂の断りを許する部分の働きを考えるに、人間が行う活動の目的には幸福がある。そして、善気者、善気、事柄を追求するためには、正しい行動が重要である。幸福な生活のためには、一定の水準に達する金銭や、容姿や、家計も前提となる。しかし、よりよく生きることは、より複雑な行為である。 人生において生じる様々な状況に自分の活動を適応させることが必要となるのである。それは人間固有の特徴に基づく基準であり、動物などとは異なる人間的な卓越性を備えている人が良い人間である。強打は苦痛から生じる。それに対し放落は快楽から生じる。したがって放落はより随意的なものであって、 より非難されるべきものである。放落を意味するアコラシアは、子供のわがままという意味も持つ。また、不正な人は、肩をむさぼりがちな不均等的な人のみでなく、むしろ、かえってより少なきを選ぶものをも含むものであると言える。ケチや、臆病も、不正義なのである。教示ある人とは、自分が大きいものに値していると考え、事実それに値しているごとき人を意味している。 自らの価値に依拠せずして、各考える人は、地方である。元より小さい値のものがその値を自覚するのは、節度ある人である。自ら大きいものに値すると考えるのであれば、巨豪であり、それ以下の価値しかないように考える人は、卑屈である。恩和とは、怒りに関する重要である。怒りの不足は、生き地なしといえ、地方とも考えられる。逆に超過は、 感触の強い、執念深い人となり、復讐や懲らしめを行わないではいられない。男らしいと考えることもあるが、気難しい方が始末が悪い。相互的な需要が存在しなければ、交易は行われない。貨幣は、たとえ、今は何も必要なものがなかったとしても、必要が生じた時には、それが手に入るという将来の交易を保証するには、役に立つ。それは、 必ずしも常に等しい値を持たない。しかし、他のものと比較すれば、より多く持続する傾きを備えている。あらゆるものに価格を付しておく、必要性のゆえである。貨幣は、いわば尺度として、すべてを通訳的にすることによって均等化する。公益なくしては共同関係はなく、公益は均等性なしには成立せず、均等性は通訳性なしには存在しない。 各も著しい際のあるいろいろのものが通訳的となるということは、本当は不可能なのであるが、需要ということへの関係から十分に可能となる。何等か単一的なものの存在することを要するのであって、このものは協定に基づく。貨幣がすべてを通訳的たらしめ、あらゆるものが貨幣によって計量される。法の存在するのは不正義の存在する。 人々の間においてであり、裁判とは、正と、不正との判定を意味する。人々は、自分へは無条件な意味での善を肩に、また無条件的な悪を過小に配するということが現に、ある。支配者は、正の守護者なのであり、正の守護者ならば、均等の守護者でもなくてはならぬ。支配者が、他人のために苦労する人であるゆえんである。支配者には、 それゆえ何らかの報酬が与えられるべきであり、それはすなわち、名誉であり優遇である。ただ、こういったものをもってしては十分としない人が選手となる。あらゆる共同体は、国という共同体の一部分であり、共同体のそれぞれに応じてそれ相当のフィリアが存在する。国政には、君主制、貴族制、ティモクラティアの三種があり、最善のものは君主制で、 最低なものは、ティモクラィアである。またそれぞれ三種の逸脱形態として、自己の交易を考える、選手性、国に属するものを価値に背いて配分する、加藤性、国政本来の形態から、少し逸脱した、民主性に移行していく、可能性が見られる。父親の支配は、選手性のそれで、夫婦間の富と力に即しては、加藤性に変じ、主人がいなく、 みんなが均等である場合には民主性が行われる。支配者と非支配者とを通ずるいかなる共同的なものも存在しない場合においては性もないが愛もまたありえない。いかなる愛も共同性において存立する。そして愛は結族的な愛と親友仲間の愛の二つに分類することができる。親は自分の一部として我が子をめでる。この親に対する愛は善気者。 優越的なものに対する愛という意味を持っている。なお、親は存在、養育、教育のもとを成しており、会とか有用とかを多分に有している。また、兄弟の愛においては、親友仲間と同じ所得性が見出される。夫婦の間に愛の損するのは本性に即したものと考えられる。家は国に先立つところのより不可欠的なものであり、 生殖は、諸々の動物に通ずる、共通的な事柄であっても、人間のもろもろの機能はつとに分化されており、男性と女性とではすでにその機能をことにし、生活の要求する万般の事柄を目的とする、ものだからである。すべての非類似的な当事者間の愛において、お互いを均等化し、その愛を保持するところのものは、比例的ということに他ならない。同国民の間における代償には、 共通の尺度たる貨幣というものが与えられている。しかし、恋愛といったような性質のものになると、そうはいかない。一部のものは、相手の人となりではなく、相手を、快楽のゆえあるいは有用のゆえに愛しているに過ぎず、自分がまさに、必要とする価値に応じて、関心を持つものである。有用とか、会のゆえに友人たる人々の間においては、お互いがもはや、 これらを持たなくなったとき、その愛を解消するに至るとしても、少しもおかしくはないと言える。友人は、必要という点から言えば、逆境において有用な人々が必要とされる。しかし、麗しいという点から言えば、純境において良き人々に善を施すことの方が、より好ましい。本能的に男性的な人々は、友人が自分と苦痛を共にしてくれることのないように、 気を配るのであって、そうでない人は、嘆き合う仲間を喜ぶ。悪を分与することはできるだけ咲くべきである。恋愛している人々にとっては、自分の恋人を見るということが望ましいことであり、親しい相手と性を共にするということが何よりも好ましいのではないか。愛とは、自他の共同なのである。アリストテレスは、倫理的正常に関して、好ましくなく避けるべきものとして、 悪徳、無欲性、重生の三者を述べている。そして、それらと対立する言葉として、徳、抑制、我々を超えた徳を挙げている。また、正しい判断を下していながら、無欲性に陥ることの意味を、ソクラテスのそれと対比させている。ソクラテスは、対話編、プロタゴラスにおいて、悪いことをするのは、無知によるという考えを採用している。 つまり、悪いことをするのは、認識を有していながら、快楽によって克服されるわけではなく、彼の有していたところのものは、実は単なる億剣でしかなかったのであると主張するので、ある。それに対して、アリストテレスは、エウドクソスやプラトンを比較しながら、快楽を単独で、善とせず、快楽に向かう、運動や、状態や、生成を考察する。そして、 快楽を維持することが逆に苦痛を伴うことにも触れ幸福な生活に向かう卓越性を伴った倫理的正常として中要という概念を導いている。ありがとうございます。